和田武氏は、島根県出雲市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。福岡ソフトバンクホークスに所属。夫人は元グラビアアイドルで、元タレントの中根霞中根の実母は以前、元プロ野球選手の佐藤道郎と婚姻関係にあったため、佐藤とは遠赤であった。1981年、母親の実家である山形県で生まれ、幼少期は、 愛知県江南市で過ごす。野球を始めたのは1987年で愛知県江南市立藤里小学校1年の時、地元の江南団地野球に入ったのがきっかけ。1991年、島根県出雲市へ転居。高校は父の実家に近い同県浜田市の浜田高校に進学する。なお父は日本体育大学時代、首都大学野球連盟リーグで、 首位打者1回ベストナインに2度選出されている。実定も立教大学で活躍後、2016年には浜田高校公式野球部監督に就任している。浜田高校では1997年度の第79回全国高等学校野球選手権大会に2年生エースとして出場。初戦でエース、石川正則を擁する秋田商業高校と対戦。 3対1と2点リードで迎えた9回裏、連打を許し虫1、2塁から3塁線への送りバントを和田が1塁へ悪送球、カバーに入った右翼手も悪送球する間に、ランナー2人が生還、同点に追いつかれると同時にバントしたバッターも3塁に達し,し、続く2人を敬遠し、満塁一作を取るも、続く打者石川にストレートの支球を与えてしまい、 さよなら押し出しで敗れる。翌1998年度の第80回全国高等学校野球選手権大会ではベスト8に進出。初戦は、東和弘加藤健のバッテリーを擁する柴田農業高校に勝利。続く3回戦で森本木明を擁する東、東京代表提供高校と対戦。森本に本塁打を打たれるが、試合は3から2で勝利。 次の準々決勝では、古木勝明を擁する豊田大谷高校と対戦、延長10回3から4で敗れた。前年の秋に、上腕三頭筋を断裂していたこともあり、直球は、この当時時速 120km 程度であったが、帝京高校の選手は、時速 150km に見えたと証言している。早稲田大学人間科学部に進学。1年秋。 9月12日の東京大学戦で東京六大学発登板。同級生のトレーナーと試行錯誤を重ねて、フォームにさらに磨きをかけた。それにより、高校時代、2年春から先発陣に仲間入りし、軍を抜くペースで三振を奪い話題を集めた。また、打撃に優れ、高校時代はクリーンアップを務めた。2002年には、 江川すぐるの持っていた東京六大学野球連盟、脱三新記録443を更新し、通算476脱三新まで記録を伸ばした。早稲田のドクター K と呼ばれ、プロ注目の投手として、各球団が争奪戦を展開した。なお、この世代には、他大学にも高投手が揃っており、法政大学の土井龍太郎、慶応義塾大学の長田修一郎、 立教大学の多田や数人らとしのぎを削っていた。4年時は、エースとして、壮大52年ぶりの春秋連覇達成に貢献し、2期連続でベストナインに選出。藤井15から継承した背番号18を、壮大の左投手のエースナンバーとして定着させた。リーグ通算62試合登板27勝13敗、防御率1.35、476奪三振。 27章は、壮大の左投手として最多。己に、厳しくひたむきな練習姿勢は、下級生の鳥谷隆青木千夫や、幾戸市密、ゆいた慎太郎らに影響を与え、それが、壮大野球部史上初の4連覇を達成する元となった。同年の全日本大学野球選手権大会では、決勝で、木抜き博士、英川勝弘擁する阿大に敗れ、 明治神宮野球大会でも準決勝で東北福祉大に敗れ日本一は果たせなかった2002年のドラフト会議では自由獲得枠で福岡大英ホークスに入団背番号は21入団の理由に秋山浩二の引退試合での福岡のファンの温かさへの感動を上げているまた実際に福岡ドームに試合を観戦しに行き 熱い声援が総形戦に似ていたことも挙げている。ホークス時代2003年は1年目から、先発ローテーションの一角を担い、チームの優勝に貢献した。26試合の登板で14勝を挙げ、新人王を満票で獲得した。阪神タイガースとの日本シリーズでは3勝3敗で、迎えた第7戦で完投し、日本一の胴上げ投手となった。年末のアジア野球選手権には出場。 2004年はアテネオリンピックの日本代表に選出され、銅メダル獲得に貢献した。シーズンでは2年目のジンクスがないと言われ、相次ぐ怪我に悩まされたが2年連続で2桁勝利となる10勝を挙げたが、防御率は4.35に終わった。2005年から出雲市内の少年野球チームを対象とした和田武支配少年野球大会を指揮で開催し、優勝チームは 福祉として、福岡ドーム開幕戦に招待している。トレーナーと正式に専属契約を結び、福岡ソフトバンクホークス初の開幕投手として勝利。その後十二章を挙げ、ホークスでは九百六十年の杉浦忠以来となる新人から三年連続の二桁勝利を達成。十二月二十日には、入団四年目の選手の年俸としては、松坂大輔の一億四千万円を抜いて、 史上最高額となる1億4500万円で契約公開。12月10日にタレント女優の中根霞と入籍したことを発表。14日には出雲大社で挙式、出雲市内の某所で披露宴を行い、翌年9月13日には長女が誕生した。2006年は開幕前の3月に開催された第一回ワールドベースボールクラシックの日本代表に、 選出された。シーズンでは、ルーキーイヤー以来の14勝を挙げたほか、6関東3関封を記録した。また、防御率では、プロイル初の2点台をマークした。2007年は、関封がなく、関東も2つに減り10敗を喫したが、12勝を挙げ、石川正則に並び現役選手では2人目となる、入団から5年連続の2桁勝利を達成。球団としては、 杉浦正しいらい45年ぶりの記録となった。オフには、アメリカのロサンゼルス市内の病院で、内視鏡による左肘有利軟骨の除去手術を受けた。2008年は、オールスター前までに発症を上げ、北京オリンピック、日本代表に選出された。6年連続2桁勝利も期待され、チーム復帰後は、埼玉西部相手に10回を1失点以下に抑える。試合を2つ数えるなど、 復帰後の防御率は3.18と安定した投球を続けたが初めて2桁勝利に届かなかった。オフには和田との自主トレを志願した藤岡義明、岩崎翔、千葉ロッテマリーンズの大峰優太と一緒に合同自主トレを行った。2009年4月3日のオリックスバファローズとの開幕戦で2度目の開幕投手を務めた。完封勝利を挙げ、プロ野球最多タイで、 パリーグシンである開幕戦14奪三振を記録。5月28日登板を最後に、肘の炎症で、長期離脱を余儀なくされた。9月に復帰して、最終戦の10月11日に先発登板。5月22日以来の勝ち投手となった。しかし、最終成績は4勝5敗と、プロ入りワーストの成績で終わった。2010年4月8日の千葉ロッテマリームズ戦で、 自己最多である15奪三振を記録。6月12日の読売ジャイアンツ戦で交流戦最多の通算18勝目を挙げる。6月26日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で3年ぶりの10勝を挙げ、オールスターには監督推薦で選出されて6年ぶり3度目の出場となった。9月8日の楽天戦で自己最多更新の15勝目を挙げた。 ロッテ戦では24イニング無失点を記録。9月23日のロッテ戦で17勝目を挙げ、新人王以来となるタイトル、自身初の最多勝ちを獲得しチームの7年ぶりの優勝に大きく貢献。初の MVP ベストナインにも選出された。この年は、チームメイトの杉内俊也も16勝を挙げ、1993年の中日の今中真嗣 山本正以来17年ぶり。パ・リーグでは1959年の大魔オリオンズの小野翔一、22勝、荒牧敦以来51年ぶり。球団としては、南海時代の1948年の中谷忍、ゆずき進して、以来62年ぶりとなる同一チームの左腕に、当初での15勝以上を記録した。リーグ優勝を決めた、最終戦では監督の秋山幸治。 首相の国母祐気、選手会長の川崎宗則、そして杉内に続いて、胴上げをされた。ロッテとの CS ファイナルステージでは、第2戦に先発し、初回に、清田育博に先制ソロ本塁打を打たれるも、その後は無失点に抑え、関東勝利した。第6戦では4点ビハインドの6回から登板し、2回を無失点に抑えたが打線が、 ナルセ・ヨシひサの前に得点を奪えず、チームは CS 敗退となった。2011年は2年ぶりの開幕投手に指名され、5月3日の楽天戦から7月6日の西武戦まで、プロ入り初の7連勝、8月3日のオリックス戦で通算100勝目を達成。シーズン中も杉内俊志や DJ ホールトン、セッツらと並ぶ、先発の柱として、 古河同士16勝を挙げた。11月3日の CS 第一戦目に当番主勝ち投手となり、チームのリーグ連覇と8年ぶりの日本シリーズ優勝に貢献した。11月30日にはこの年取得した海外 FA 健康師の申請を行った。会見ではメジャーリーグ全球団から先発として投げられることを優先して移籍先を探したいと述べ、アランニーロを代理人とした。 2011年12月14日にボルチモアオリオールズと2年総額815万ドルの契約を結んだ。背番号は大学時代以来10年振りとなる18となった。2012年スプリングトレーニングでは左肘の違和感を訴え2試合の当番に終わり、4月4日に15日間の故障者リスト入りして開幕を迎える。その後は、 参加のマイナーで調整を続けていたが、21日にスプリングトレーニング中に痛めた箇所とは違う箇所に左肘痛を発症。24日に左肘人靭帯損傷が見つかり、5月1日のルイスヨーカムによるセカンドオピニオンでも左肘人靭帯の部分断裂が確認され、7日に60日間の故障者リストへ移動。11日にトミー・ジョン手術を受け、 そのままシーズンを終えた。オフの11月2日に故障者リストから外れた。2013年2月下旬に手術後初めてのブルペンでの投球を始めたが、スプリングトレーニングでの投板はなく3月31日に再び15日間の故障者リスト入りした。4月4日に60日間の故障者リストへ移動し、開幕を迎える。五月からトリプル A 級ノーフォークタイズでの投板を果たしたが、 前半戦は11試合の先発で2勝5敗、防御率5.83、ホイップ1.53の成績を喫する。後半戦は8試合の先発で3勝1敗、防御率2.03、ホイップ1.31と高騰を続けたが、メジャーに昇格することなくシーズンを終える。翌年の契約オプションは更新されず、11月2日に自由契約となった。 カブス時代2013年12月19日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだことが発表された。2014年はスプリングトレーニングに招待選手として参加したが、1先発を含む3試合の登板で7失点を喫した。3月23日に自由契約となり、翌24日に契約内容を変更したマイナー契約でカブスと再契約し、 トリプル A 級アイオワカブスで開幕を迎えた。開幕から2試合に先発し、13回1、3で7アンダ1失点の成績で、4月14日にはパシフィックコーストリーグ4月第1週の週間 MVP を受賞した。6月22日にメジャー契約となり40人枠入りした。ダブルヘッダー限定ルールにより即昇降格が可能な26人目の アクティブロースターの補充選手として7月8日にメジャー昇格し同日のダブルヘッダー2試合目となった新シシナティレッズ戦に先発起用されメジャーデビュー5回を投げ込んだ自責点なしの投球を見せたが後続の投手が逆転され勝敗はつかなかった7月9日にトリプル A 級アイオワへ降格した7月23日にメジャーへ再昇格 同日のサンディエゴパドレス戦に先発したが、4回を後、アンダ5失点4死球の乱調でメジャー初黒星を喫した。7月28日のコロラドロッキーズ戦では7回、1失点でメジャー初勝利を挙げた。その後は先発ローテーションに定着。この年は13試合に登板し、4勝4敗、防御率3.25だった。オフの11月3日に、 カブスと年俸を400万ドル出来高の1年契約に合意。翌シーズンから背番号を67から18へ変更することも発表した。シーズンオフの10月8日には日米野球2014の追加メンバーとして MLB 選抜に選出された。京セラドーム大阪での第2戦と沖縄セルラースタジアム那覇での親善試合で中継ぎ登板した。2015年は スプリングトレーニングのテキサスレンジャーズ戦で左太ももを痛めて降板し4月5日に15日間の故障者リストに入った5月20日のサンディエゴパドレス戦で初登板したが6月22日のロサンゼルスドジャース戦で左肩に異常を訴え3回途中で降板28日に左肩三角筋の炎症で15日間の故障者リストに入ることが発表された 7月初旬から参加のマイナーでリハビリ登板を始めたが8月4日にマイナーオプションを行使され AAA 級アイオアに降格9月1日にセプテンバーコールアップに伴い昇格するが昇格後は1試合のリリーフ登板に終わるチームはワイルドカードでのポストシーズン出場を果たしたがポストシーズンのロースターからは外れる10月11日に ディーフとなり40人枠から外れ、19日に自由契約となった。2015年11月7日に福岡ソフトバンクホークスが獲得を発表。5年ぶりの復帰となった。背番号はかつてと同じ21に決定した。これに伴い21を着用していた岩崎翔は背番号が17に変更された。2016年はオープン戦で3試合に登板し、 防御率0.00を記録する好調ぶりを見せ、レギュラーシーズンもリーグ4位の157奪三振をマークするなど活躍した。しかし、シーズン終盤の9月23日に、左ヒーチ2で抹消。チームはポストシーズンに進出したが、自身の復帰は間に合わなかった。一方で、最終的には15勝5敗、勝率、750で6年ぶりの最多勝利と、 自身初となる最高勝率のタイトルを獲得した。2017年は6年ぶり4度目の開幕投手を務め、8回1失点7奪三振で勝利投手となった。しかし、またもや左肘の不調で4月11日に抹消。当初は大事ではない。一回飛ばすだけ。安心してくださいと監督の工藤君康が述べるなど、継承を強調していたものの、 結局5月22日に、ひじかしら国局節除術を行い、長期離脱を余儀なくされたが、8月11日の、広島東洋カープとの2軍戦で実戦に復帰した。8月27日に、福岡や福岡、ドームで行われた、対千葉ロッテマリーンズ戦において、井口忠人から史上51人目の1500、脱三振を記録。6回にアンダム失点。 9奪三振の圧巻の内容で3勝目を挙げた。シーズンは8試合の登板にとどまったが、負けなしの4勝を挙げ、チームの2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。ポストシーズンは、楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージ第3戦と横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズ第4戦に、先発登板したが、敗戦投手となった。2018年は、 左肩痛のため1軍公式戦の登板はなく、2軍公式戦2試合の登板にとどまる。シーズンオフの12月18日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、3億円減の年俸を1億円プラスでき高か、払い、金額は推定でサインした。二千十九年の西武とのクライマックスシリーズ、ファイナルステージでは、第戦に先発したが、 4回3失点でリードを許した状態で降板した。試合はソフトバンクが逆転勝ちしたため負けはつかなかった。巨人との日本シリーズでは第4戦に先発5回無失点と高騰し16年ぶりに日本シリーズでの勝利投手となりチームは日本一となった。二千二十年十月二十七日の対ロッテ戦で先発し六回無失点と高騰し 自身初のリーグ優勝決定試合の勝利投手になった。くしくもルーキーイヤーに日本シリーズ同上げ投手となったちょうど17年後だった。和田の投球フォームフォロースルーに入ってからも踏み出した足の膝を閉じる安定した下半身を持っている。玉の出所がわかりにくいオーバースローから 平均球速約時速 139km、最速時速 148km のストレートと、スライダー、チェンジアップ、カーブ、ツーシームを投げ分ける。スライダーは横変化だけでなく縦変化のものも駆使し、2010年までは、被打率1割台を記録するフォークも交えていた。NPB での通算よし9率2.41と、ボールを、 ストライクゾーンに集める請求力がある一方で逆球も多い。フォーシームの空振り率は株ブス移後も先発投手としてはトップクラスの21.3%を記録した。MLB 移籍前まではこのフォーシームの速球を投球の中心に考えていたがメジャー移籍後からツーシームも加える。メジャー移籍前のホークス時代のストレートの平均球速は 約時速1 3 7トルだったが、株水石後は2015年まで平均球速88.8マイルパワーを記録した。玉持ちが長くボールの初速と球速の差が小さい。ボールの回転数もプロの平均値を大きく上回る。杉内俊也は三菱重工長崎時代に台湾で行われたアジア選手権ではだと同じチームに、 なり、キャッチボールをした時の衝撃は忘れられない。綺麗な回転で伸びてきて、急速以上に速く感じ、これは打ちにくいなと思ったと語っている。しかし本人は回転をかけようという意識はないといい。体幹が電源太鼓のようにぐっと回れば、自動的に腕が振られて、ボールが腕から離れていくというイメージを持っているため、手先の部分はボールを軽く持つくらいの意識しかないという。 遠筒は90から95メートルほどで、高校時代は最速時速129キロメートルだったが、右手の使い方を壁を作りながら、リリース時に右手を視点にするように一気に体側へ引き寄せるように改良したところ、大学1年時の夏から秋にかけての1ヶ月半で、急速が最速時速142キロメートルまで増加。本人はおそらくそれまでは、 二14キ 142km 出るはずのパワーをどこかに逃がしていた。右手の使い方を変えたことが下半身のためを保つことに作用し、体の軸と体幹もうまく使えるようになったと自己分析している。NPBNPB アマチュア時代、NPB 初記録投手記録打撃記録、NPB 説明の記録、NPB その他の記録福岡市地下鉄、七熊旋回通時には、 イメージキャラクターとして起用されたが、当時チームのオーナー企業が移行時期で、新しいユニフォームが間に合わず、スーツ姿でポスターに登場したというエピソードが残っている。また同線では、彼のヘッドマークをつけた車両が走ることもある。ありがとうございます。